ポンはお持ちでしょうか。その3、秘伝の割り下、3種類の醤油を使用、カツオ、昆布を合わせた特製京風山椒は豊かな風味。最近家では独り言鍋やレスティンでご飯を炊いたりしています。一食分ずつ炊きます。めっちゃ美味しいです。見ていただいてありがとうございます。11月末まで親子丼がお得なので、またいただきたいと思います。よろしければチャンネル登録お願いします。